さんこんにちは、水中家庭教師でございます。本日は我々 SM 中が主催する主イベント、てんこ盛りについての宣伝動画をプールの中からお届けします。私、水中家庭教師、よろしくお願いします。3月の24日にですね、ここ辰巳国際水泳場のミニプールを2コース借り切ってのイベントを開催いたします。てんこ盛り1回目開催した時に来てくださった方ならどういうイベントかなんとなく分かってくれてると思うんですけど、詳しくは概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方チェックしてみてください。我々3人ともこのイベントをとても楽しみにしてます。今現在だと辰巳で泳げる機会がそうないので、よろしければぜひこの機会にこのスイマーの聖地で皆さんと一緒にイベントを楽しんでいければなと思いますので、よかったら概要欄の方からリンク申し込みありますので見てみてください。私も疲れた。では川崎さんと湯山さんからのメッセージをいただいてますので、どうぞ。皆さんのご参加お待ちしてます。今回が SMC、辰巳がねオリンピック前最後のレッスンとなりますので、スイマーの聖地となりますので、ぜひね皆様のご参加を今回もお待ちしています。お疲れ様でした。以上から15時から楽しみにしてます。よかったらお待ちしてます。喋る余裕がなくなってきちゃった。それではまた。